ねずんたまめちゃんです。今日はですね、冬ユニバで失敗しがちなことを紹介します。イエーイ。ということで、あとちなみにこの UTV ではこれからもユニバのいろんなお得な情報をお届けするので、ねえねえチャンネルとか評価コメントお願いします。で、おそらくこれから冬シーズンにユニバに行く人も多いと思うんですけども、やっぱり冬ユニバって気温が寒い分失敗しがちなことがあるんですよね。けどこの動画を見たら、冬ユニバで失敗しがちなことが丸わかりなんで、ぜひね参考にしてください。で、今回ね、失敗しがちなことだけじゃなくて、そのね解決策もねお伝えします。じゃあ早速ねやっていきます。で、まず1個目に失敗しがちなことはですね、室内アトラクションに行かなかったです。で、ユニバのアトラクションの中にはですね、室内アトラクションと屋外アトラクションがあるんですよ。で、もちろんやけど、室内アトラクションとですね、あったかい中アトラクションに、ね、乗ることができるんでおすすめです。で、俺もね、もう真冬にね、ユニバで行くときはですね、もう室内アトラクションにね、駆け込むことがあるもん。で、これね、屋外アトラクションに行ったら、それこそまあ、ハリトリとかバックドロップとかダイナソーとかって、もちろん楽しいのは楽しいけど、もう乗ってる最中ね、もう冷たい風がビューってきてさ、もう一気に冷えちゃうんですよね。だからちょっとね、あったまりたい方はですね、室内アトラクションでね、楽しむのもね、ありかなって感じがします。で、ユニバのね、主なね、室内アトラクションはですね、こんな感じです。まあ、結構ねあるんでしょうね、室内アトラクションって。だからね、もしね寒くなったら、こういう室内アトラクション中心に、ね、回るのもねおすすめです。けどね、この室内アトラクションのうち、待ち列が一部外で、乗り場が室内のアトラクションと、待ち列乗り場どっちも室内の完全室内アトラクションがあるんでしょうね。で、この完全室内アトラクションの場合ですね、待ち列ももう暖房効いてるから、もう超天国なんですよ。で、そのね、完全室内アトラクションはですね、現在ユニバでは2カ所あるんやけど、それがですね、エルモのイマジネーションプレイランドの中にあるエルモのバブルバブルと、あとですね、スーパーニンテンドーワールドのスーパーマリオランドの中にあるマリオカートのクッパの挑戦場、このね、2カ所がですね、完全室内アトラクションになってます。で、そんだけでも特にですね、このエルモのバブルバブルがあるエルモのイマジネーションプレイランド自体ですね、室内施設になってるんですよね。だからここ自体がもうあったかくて天国なんですよ。で、ここのねプレイランドの中にですね、子供が楽しめる遊具とかもあるんですよね。で、それだけじゃなくて、モッピーのラッキーダンスっていうねショーとかもあったりするんですよ。だからこれからね、子連れインパする方はですね、お子様とここでね楽しむのもねおすすめです。あと結構ね、室内施設関係で質問来るのが、スヌーピーサンドステージアドベンチャーに関しては現在ね、メンテナンスで入れないんですよ。だからそのことはですね、覚えてください。で、次にね、失敗しがちなことはですね、水に濡れるアトラクションに行っちゃったです。で、ユニバのねアトラクションの中にはですね、水に濡れるねアトラクションがあるんですよ。で、それこそまたね、室内系のアトラクションで水に濡れるぐらいやったらまだ大丈夫なんですけども、やっぱ屋外アトラクションで水に濡れたらね、もうそれこそね、めちゃくちゃ寒くなるんですよね。で、主にね、ユニバの屋外アトラクションで水に濡れるアトラクションですね、それがですね、アミティビレッジにあるジョーズと、あとはですね、ジュラシックパークエリアにあるジュラシックパークドライドです。でも、このジュラパーライドはですね、撮影段階ではですね、休止中です。で、これに関してはですね、冬場に行くのをおすすめしないって言ってるわけじゃなくて、事前に、まあ、水に濡れることをしてたら対策できるかなって思うので、ぜひね、このね、ジョーズとジュラシックパークドライドね、冬場に行く方はですね、濡れることを加味して楽しんでください。あと、これもね、質問結構ねいただくんですけども、ウォーターワールドに関してはですね、冬場はですね、水かけがないんですよ。だから、ウォーターワールドね、夏場とか水べっちゃバシャーってかかるイメージがあるけど、まあ、寒い時期はですね、水がバシャーってかかることはないんで、まあ、そこら辺はね、安心してください。で、次ね、失敗しがちなことはですね、レストランの室内席がなかったです。
でやっぱりですね、まあ、湯梨浜に来たらレストランでご飯食べる方もね多いと思うんですけども、やっぱもう冬場の外の席ってマジ地獄なんですよね。で、まあ、湯梨浜のレストランのうちですね、全てが室内席のレストランとか、あとですねテラス席もあるけど、まあ、冬場はですねこのテラス席に基本的に案内されないレストランとかであったり、あとですね普通に室内席とテラス席が両方ともあるレストランがあるんですよね。このうちですね全てが室内のレストランと室内席とあとはテラス席があるけど、基本的には冬場はですねテラス席に案内されないレストランがですねマジで冬場おすすめなレストランなんですよ。このレストランがですねまずはですね僕のね目の前にあるフィネガンズバー&グリル、あとはですねパークサイドグリル、あとはですねロストワールドレストラン、あとはですねアズーラディカプリ、あとはですねハピネスカフェ、あとはですねサイド、まあ、現在ですね刀鍛冶の里ひょっとこと言ってね鬼滅の刃とのコラボレストランがやってるね場所、まあ、これらはですね基本的にはですね全て室内のレストラン、もしくはですねテラス席があるけどテラス席にはね基本的には案内されないレストランになってます。でその他のレストランって基本的にはですね自由席のレストランなんですよ。だから簡単に言ったら席だけ確保して、その後ね自分でご飯を買いに行って、まあ、自分でそのねご飯をね自分の席に持っていくっていうタイプの、まあ、フードコートみたいなねレストランなんですよね。そのレストランがですね今ね僕のね目の前にあるルイーズニューヨークピザパーラーと、あとですねメルズドライブインとディスカバリーレストランとスヌーピーバックロットカフェとザ・ドラゴンズパールとアミティランニングレストランです。でこれらのレストランの場合ですね、先に室内席を確保してからご飯ね買いに行くのがねおすすめですって言いながらね俺毎回これ失敗しちゃうんよねだからほんまにねテラス席で取っちゃったらですねほんまにもう寒い中ねご飯食べることになるからさ、ほんまにこれらのレストランですねそのことね気をつけてください。けどね1個言うとしたら、スヌーピーバックロットカフェに関したら室内席が少ないんですよね。スヌーピーバックロットカフェで絶対にご飯食べたい方はですねもうより一層ね室内席の確保はですねしてください。で次にね失敗しがちなことはレストランの待ち時間が外で待ったです。で、まあ、これはまあしょうがないんですけども、湯梨浜のレストランですごい混んでたら普通にね外でね待つことになるんですよね。でやっぱり冬場ね外で何分何十分何時間を待てたらほんまにねふわーってなっちゃうんですよ。けどね湯梨浜のねレストランのうちですね入店整理券が配布してるレストランがあるんですけども、これらの入店整理券が配布してるレストランですね、整理券提示後基本的にはですね外で待つことがね少ないですよね。でこのね入店整理券配布してるレストランですね、僕のね目の前にある刀鍛冶の里ひょっとこて、まあ普段はですねサイドっていうね和食レストランになってます。あとはですねキノピオカフェと、あとはパークサイドグリルと、あとはアズーラディカプリと、あとはねフィネガンズバー&グリルもですね場合によってはですね入店整理券配布になります。でこれらのレストランですね基本的にね入店整理券提示後外で待つことなくね入店できるんですよ。けどですね状況によったらキノピオカフェとか、あとはですねサイド、まあ、カタラグジの里ひょっとこてとか、あとはですねフィネガンズバー&グリルはですね外で待つことになるんですけども、まあ、他のねユニバのレストランに比べたらもうマシなレベルです。で俺的にこれらのレストランの中で特にねおすすめなのがフィネガンズバー&グリルかな。でこのフィネやけどなんとねもうアルコールがいっぱい置いてるんよ。で俺アルコール自体はね飲まないですけども、普通ノンアルコールとか飲むけどさすごい最高だよね。あとここのねフィネにあるクリスマスアイリッシュセットだけどさ、これねラム肉がね使われてるんですよね。でこのラム肉がめちゃくちゃ美味しいんでぜひね食べてほしいです。でまあせっかくねちょっとお酒の話題が出たからちょっとこれ言うんですけども、お酒飲みすぎて夜寒くなったです。でこれはですね、まあ、視聴者さんからいただいたね失敗しがちなことなんですけども、もちろんね昼はねお酒いっぱい飲みすぎたら夜さパークめちゃめちゃ冷えるんですよね。でそうなったらね一気にね体ね寒くなるから、まあ、お酒の飲みすぎもね注意してください。まあ、これは湯梨浜関係なく言えるかな、お酒の飲みすぎは。だって俺なんかさお酒が弱すぎてさあのほろ酔いあるやん、このほろ酔いさ飲みきれなくてだいたい3分の1ぐらい残して
ラップにかけて次の日飲むことあるもん。もう牛乳の飲み方っていうね。で次にね失敗しがちなことはですね、カイロを忘れちゃったです。でやっぱり冬にはですね、外で待つことがめちゃくちゃ多いんですよね。で外で待ってるときはですね、マジでカイロなかったらもうパヒます。めっちゃパヒます、正直言ったら。だからね、絶対ねパークに行くからですね、カイロは忘れずにね持ってきてください。でそれこそさ、カイロ1個だけとかやったらね、もうすぐにねもうカイロがね足りるからさ、もう大体ねカイロねもう3個5個くらいね持ってきてたらもう安心です。けどね、たとえねカイロを忘れたとしてもパーク内でねカイロね買えるんですよ。それがですね、ユニバのね各種ショップもしくは各種グッズカートに売ってるんですけども、貼らないタイプのレギュラーサイズのカイロが100円で売ってて、貼るタイプのカイロがですね120円でね売ってます。だからカイロね、たとえ忘れてもねパークで買うことができるんで、そのこともね覚えてください。で次ね失敗しがちなことはですね、これね、まあ、視聴者さんからいただいた失敗しがちなことなんですけども、足元が寒すぎたです。でユニバってさ海沿いにあるんですよね。だから結構ね風がね冷たいんですよ。でやっぱりそれを対策するために今ですね、まあ、靴下に貼るタイプのカイロとかもあったりとか、あとはですねモコモコタイプの靴下とかね履くのもねおすすめです。だからもう夜とかなったらね、ほんまにもう足がやばいことになるから、そのことはですね注意してください。で次はですね、同じくね寒さ関係で失敗しがちなことなんですけども、厚着をしなかったです。でこれもね先ほどと同じ理由で、やっぱりユニバって海沿いにあるから風がね冷たいんですよ。あとそれにプラスユニバってエリアによったら高い建物に囲まれてるエリアがあるんですよ。でやっぱ高い建物に囲まれてるイコール風が強くなるから、特に今ニューヨークエリアとかハリーポッターエリアとかになったらね風が結構ね強いんですよね。そうなったらね普通の厚着でも寒いから、かなりね厚着するのがねおすすめです。で防寒対策的には俺で詳しくは知らなかったけど、向こうさん曰くあのワークマンのヒートテックがですねおすすめらしいですわ。で次はですね、その逆で厚着をしたら暑すぎたです。まあこれだけ聞いたらな、どっちやねんって話になるけどさ、やっぱりね結構ね聞かれるんですけども、やっぱ大阪って関東とか東北とかに比べたらまだね気温ね高い方なんですよ。だから日によったら昼間とかは案外ポカポカやんってあったりするんですよね。でこれに関してはですね、まあ、基本的に朝一と夜はめちゃくちゃ冷えることはもうほぼ確定してるんですけども、まあ、昼間に関したら日によってね気温が異なるんやけど、まあ、この UTV の混雑状況って基本的にね昼からねスタートするんですよね。だからねこれからもねこの UTV の混雑状況ですね、昼間のね気温とかあとは服装とかもねまた紹介するんでね、そのことも含めてねまた服装選びねしてください。で次ね失敗しがちなことはですね、パレードとかショー待ちの時にお尻が凍ったです。で基本的に、ね、今はやってないんですけども、まあ、ユニバのパレードとかであったりショーとか待つ時ですね、地面の上に例えば座ってね待ったりするけど、やっぱ冬場のユニバの地面ってめっちゃ冷たいんですよ。だからそのまま座っちゃったらねもうお尻がねもうカチンコチンになるんですよね。だからそのためにですね、まあ、敷物とかあとねブランケットとかね持っていくのがおすすめなんですけども、ここで注意してほしいのが、あのレジャーシートとか持っていったらね結局ねもう地べたに座ってる状態になるから、もう結局ねお尻カチンコチンになるんですよ。だから僕的にねおすすめなのが、まあ、この UMTV の持ち物紹介では何回も言ってますけども、パタッとですね。でこれやけど折りたたみ椅子やけど収納もねめちゃくちゃコンパクトで、あとね椅子としてもね頑丈なんですよ。だからね冬場ですね特にねこれ持っていくのもねおすすめです。で次ね失敗しがちなことはですね、ユニバのオンラインストアを使わなかったです。でこれどういうことかって言ったら、ユニバね新しいサービスとしてユニバのオンラインストアでパークに売ってるほとんどの
グッズとかお菓子をね買えるようになったんですよ。それやけどパーク入場日にパーク入場後やったらですねオンラインストアでね買うことができるんですよね。でそれこそさすっごい数のグッズとかお菓子が売ってるからわざわざねショップに行って買いに行かなくてもいいレベルになってるんですよ。あとこれね後日ね発送が可能でけどねもちろんね配送料はかかっちゃうんですけども購入金額が1万円超えたら配送料がね無料になるんですよね。だからこのサービスはめちゃくちゃ便利なサービスと思うので皆さんね覚えてください。でこれね、まあ、冬入荷の失敗というかはもう最近ね始まった新サービスだから紹介しました。でもこれはほんまにね役立ちます。で次ね失敗しがちなことはですねスーパーニンテンドーワールドのエリア入場整理券を取らなかったです。もう取らなかったとか取れなかったか正解かな。でこれはですね、まあ、冬場とかに限った話じゃないけどスーパーニンテンドーワールドってもう毎日ねエリア入場制限かかって整理券に配布になっちゃうんですよ。それこそ今日なんかね7時15分にオープンしたけど7時半にはですねエリア入場整理券ね配布になったんですよ。でこのねエリア入場整理券に関したら今はですねユニバの公式アプリからね取ることができるんですけども、まあ、その前ですねお持ちの入場券もしくは年骨にあるQR コードをですね公式アプリに登録した後にね整理券ね取ることができるんですよ。でこれ基本的にねパーク入場後やったらねパークのどこにいてもね手に入れることができるからぜひね任天堂ワールドに行きたい方はですねパーク入場後にずっとねユニバの公式アプリで整理券情報はですねチェックしててください。で特にねやっぱクリスマスシーズンはファミリー層がぐっと増えるんですよね。でファミリー層が増えたらやっぱ任天堂ワールドの整理券もね早くなくなっちゃうんですよ。でそれプラスさ12月11日の水曜日にドンキーコングカントリーがオープンするからより一層ね整理券ねなくなるスピードさ早くなると思うんですよね。だからより一層ね任天堂ワールドの整理券情報チェックはですね欠かさずにねしてください。はい、じゃあ今日はですね冬ユニバで失敗しがちなことをね紹介してきました。ぜひね、まあ、寒いシーズンにユニバに行く方ですねこんなこともね覚えてください。以上、冬はなんかおトイレ行きたくてなんか夜中起きちゃうマムちゃんでした。ちょっと恥ずかしいなこのことだけで、ね、これからもねいろんなね楽しい動画をお届けするのでねチャンネル登録とかそして通知ボタンお願いします。じゃあバーイ。